新型コロナウイルスの感染が拡大する中国で、来月5日から予定されていた国会に相当する全人代が事実上延期されることになりました。中国メディアによりますと、国会に相当する全国人民代表大会は24日に常務委員会を開き、来月5日に開幕する予定の全人代について延期を決定する草案を審議することを決めました。 総案は感染拡大の防止に全力を尽くす時期だなどとしています。また全人代と合わせて同じく3月に開かれる国政助言機関の人民政治協商会議も今日延期を討議したということです。延期は極めて異例で2003年に SARS の感染が広まった時も3月に全人代が開催されていました。 4月の習近平国家主席の訪日の日程にも影響を与える可能性が出てきました。